先ほどもお伝えしましたが、初めての大学入学共通テストが実施されています。福岡県の会場でも新型コロナウイルスの感染症対策が徹底される中、受験生が試験に臨みました。大学入学共通テストは昨年まで実施されていた大学入試センター試験に代わるもので、より思考力、判断力、表現力が試されます。試験会場となった福岡市の九州大学糸キャンパスでは、友人と緊張をほぐしたり、直前まで参考書を確認するマスク姿の受験生が見られました。去年と傾向が違うと思うので、どんなことがあっても冷静に解いていきたいと思います。大学入試センターによりますと、福岡県内ではおよそ2万3000人が志願し、31の会場で実施されます。